ありがとうございます。お昼ん、こんにちは。はい、 AKB48 チームエイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日もショールームやります。まあちょっともうこの時間しかね配信できそうになかったんで、まあ夜もね遅くだったらできるかもなんだけど、難しい、ちょっとわからなかったから、とりあえずこの時間で配信をしてします。はい、今日は金曜日です。1週間早いね。え、今日金曜日だよね。うん、うん、今日は金曜日だ。そういえば29日の公演当選したよっていう声を何人か聞きました。でも29日とか28日まであんまり日がないんだよね。もう本当にびっくりなんだけど。こんなに誕生日らしさを感じない誕生日も久しぶりだと思うんですけど、誕生日らしさっていうか誕生日近づいてんなみたいなっていう感じがしない誕生日もあんまりないんですけど、そう、なかなか。そう、なんかもうねずっとこの話しちゃってるんだけど、本当にもうね誕生日考えてる暇がなくて、全然、ああ誕生日だもうすぐでって思う暇がなくて、なんかもう心ばっかり焦ってる状態です今。そうそうそう、だからまあ私の分まで皆さんの方で盛り上がっていただけると嬉しいです。そんな言い方したらちょっと冷たい言い方しちゃってる感じがするんだけど、そうそう、私がそう心ばっかり焦ってね、正直もう誕生日どころじゃなさすぎるから、ちょっとその分皆さんが盛り上がってくださったら嬉しい。
ふと思ったんだけどさ、あの万次郎の奥さんの哲さんって誕生日いつなんだろうね。そういうのって分からんもんなんかね。ね、謎ですよね。なんか一緒だったら嬉しいなとか思いつつ、そんな都合いいことにはならんかって思ってるんですけど、そうそう。ね、まあいつか分かったらいいなとは思いますけどね、本当に。ちょっともうね、お腹が空きそうですね。まあでもあと1、2時間ぐらいでお昼ご飯の予定なんですけど、皆さんは何食べる？私はまだちょっと決めてないんだけど、うん。回転寿司いいじゃないの。朝は鮭の焼き魚、最高じゃん。そう、私はね、ちょっとどうしようかなと悩んでいるとこです。足しびれそう足がしびれそうです。危ない。
まあ、コンビニで食べようかなとか思ってるんですけど、コンビニでレバニラ売ってたりしないよね、さすがに。売ってたら逆にすごいんですけど。セブンには売ってるんだ、すごい。まあ確かにセブンはいろいろ売ってるイメージはありますね。最近ねちょっとハマってるっていうよりかは、なんかやっぱレバニラだから、レバーってなんかまあスタミナつけるじゃないけどさ、疲れに効きそうだからまあでもビタミン B1 だったかなとかは結構疲労回復に効果的みたいなことをねなんかで見たから、そうそう、なんかね、そんなこと言うと私がすごい疲れ気味みたいな感じに聞こえちゃうんですけど、そう、レバーはちょっと最近ねハマりつつあるんですよ。ニラってさ、いいよね。なんか卵に合いません？ニラ。私は好きなんだけどさ。お母さんがよく作ってくれた具沢山オムレツ、なん、あれ？オムレツっていうのかな？ベーコンとか、ニラが入ったやつを焼いて、卵。まあ、スパニッシュオムレツじゃないけど、そう、なんかニラとかベーコンとか入ってるオムレツを、お弁当にね入れてくれること多くてさ。でもあとあれかな、ニラとはまた違うんだけど、ネギが入った卵焼きが大好きですね。そう、ほんとニラと卵の相性っていいよね。あ、早っ、15分経つ、早っ。はい、それじゃあ15分経ちました。今日はちょっと短い時間しか配信できないので、ちょっと今日はここら辺で、もう本当に短いし、今日は遅れて本当にすみませんでした。また明日も
配信するので、よかったら見ていただけたらと思います。それじゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位甲賀さん、12位やすさん、11位けいちゃんさん、11位ぼっちさん、9位コシヒカリさん、8位ソランさん、7位川端真嗣さん、6位ななたさん、5位ろみつさん、4位まもさん、3位夏目さん、2位アンアッキーさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日。またね。ありがとうございました。